どうもこんばんは、ついに始まりましたシャドウトラフィックゲストリレー。お相手は、劇団修業の川原でやっていきたいと思います。今回ですね、第1弾ということで渡辺明さんからリレーをスタートしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、渡辺明です。よろしくお願いします。今回すごいざっくりしたことばっかり聞こう。今回どうですか？うわ、そんな質問の仕方ですか？今回ね、なんか大変ですね。大変ですよね。一気や関連3回目やと思うんですけど、前はステージゲスト2回やって、今回コンキャストみたいな感じなんですけど、そうですね。まあ前は一応日替わりゲストやって、なんか、ね、もう人にお任せみたいな感じだったんで、はい、なんかあります？今回しんどいとこみたいな、日替わりじゃないしんどさみたいな。なんかまず稽古始まって、はい、自分がこう今何してるか分かんないままずっと大熊さんの言われる通り動いて、どういうシーンやろうなとか思って。そうなんですよ。あの割とね、あの日によって全然違う。最初のシーン、今日は最初のシーン、次の日はもう最後の方のシーンとかで稽古するんで、多分今めっちゃ混乱させてもらってると思うんですけど、やっとちょっとなんか全貌がうっすら見えてきたかなっていう。実は僕らも全貌はまだ見えてないんで、ちょっと多分きっと同じ気持ちではあると思います。全貌は大熊くんの頭の中だけ。そうですね。でも割とね、割といつもそんな感じです。そうなんです。あ、このパフォーマンスここで組み込むんやみたいなのが結構あったりする。まあちょっとそのペースも分かってきた。はい、なんか今回主にあのリングを使ってるんですけど、ジャグリングの道具。リングって普段使い張らない？そうなんです。ジャグラーですけどね、リングはショーでも全然やってなくて、それも大変ですね。今回、まあ、使うじゃないですか、リング。はい、そのジャグリング的に。そう、ジャグリングやから絶対期待されるなと思って練習してますよ。それはもう期待しておいてもらっていいんですか、お客さんには？期待してください。リングってね、こう薄っぺらいでしょ、こういうのなんですけど、はいはい、練習するとここがむっちゃ痛いです。もう当たるんですね。ここひたすらキャッチなんで、で失敗するとたまにこの爪の間のここに当たるのがね、最悪で。それ嫌ですね。そう。僕らもあの腕でぐるぐるパフォーマンス回したりするんですけど、あのこの辺打ち身みたいなってきます、ね。ああ、なんそうですね。あざみたいな。あざみたいな。リングあれなんとかならないんですか？もちろん大質的に。リングはね、なんかもっと幅太いやつとかもある。はい、そうすると、またちょっとすらそれで重ねづらかったり。ああ、なるほど。一応一旦があれが今、ベストな形。ああ、なるほど。じゃあもうここは鍛えるしかね。慣れ。最高うるさいな。慣れですね。慣れで。はい、まあ、一撃はもうジャグリングじゃないですけど、リングでいろいろパフォーマンスしますんで。ね、すごいなと思って。ほんまですか？ジャグラーじゃないのに。大変でしょ、物を扱うってすごい時間かかるから。難しいですね、本当に。あの今日大久保さんからすごい大事な一言、ドロップは絶対許されないという一言をいただいたんですけど、はい、それにすごい僕もすごいプレッシャー許されないドロップに対して。本番までには仕上げていきたいと思います。もちろんです。セリフ今回喋るじゃないですか。そう、セリフしかも結構喋るじゃないですか。そう、結構なんか毎日増えてくから。そういう、まあ、セリフって喋ったことないですよね。ないです。なんか、はいはい、適当にいつもアドリブで喋るんで、はい、どうやって覚えたらいいですか？どうやって役者さんとしては、でも基本なんか反復練習みたいな。普通なんかね、あの現場にもよるんですけど、あのニュアンスが合ってれば多少言い回し違くてもいいみたいな。あ、現場と、いや一字一句も絶対間違わんとってくれみたいな現場があるんですけど。一撃はね、基本的に一字一句間違わないでいたいが、ニュアンスが合ってればまあいいとしようみたいなところがあったりする時があるんで。まあでも何でしょう、あの一字一句間違えへんように、まあ、反復練習みたいなのが多分最初基本みたいな。はい、ジャグリングと一緒ですね。こんなん言ってる僕もセリフ覚え悪いんで。僕ニュアンストークめっちゃするんですよ。
ああ、よくない。よくないんですよ、これ。めっちゃ怒られるんですよ、あの、西文さんとかに。そう、今しちゃうかったで、みたいな。そんな。でも、きっと、あの、なかなか舞台で喋ってるアキラさん、あの、セリフを喋ってるアキラさん見れないと思うんで、その辺もぜひ。初めてですよ。セリフというものを覚えて喋るって。その辺もぜひ期待してもらえたらと思います。棒読みかもしれないです。いや、全然きっとそんなことはないと思いますよ。一応ね、ゲストリレーということで、はい、まあ、あの前までゲストさんが出てもらったときは、あの次のゲストさんに質問を一つするみたいなことをしてたんですけど、おこれをね、下準備をなく言ってしまって、本当に申し訳ないですけど。マジですか？聞いてないな。はい、次のゲストさん誰ですか？水野阿波さんに。あ、水野阿波さん、はい、バトンを回したいと思うんですけど、なんか、まあ何でもいいんですけど、はい、今まで一番ライトな質問やったら好きな食べ物何ですかぐらいのものがあったりします。まあそんぐらいのライトな質問なんか。質問、はい、あ、じゃあですね、なんか阿波さん今回初めてお会いしたんですけど、はい、なんか共通の知り合いの飯室直樹さんから、はいはいはい、ベビースターラーメンがお好きと聞いてまして、はい、はい、なんでその庶民な安いベビースターラーメンそんなに好きなのか、そのきっかけとかちょっと聞いてみたいですね、はい、なるほど。ベビースターラーメン昨日あのめっちゃ献上してましたね、大きいやつ。あ、その最初初めてはい、ちょっと差し入れを。献上ってちょっと感じ悪いから差し入れで、はい、それを見たあの飯室さんがフェイスブック上ですごいいじってはりましたね。そう、見かじめ、見かじめるよ。ちょっとあれ感じ悪いそんなんじゃないです。お近づきの印。ベビースターラーメン、なんで好きなのか、じゃあ次回ちょっと聞いてみたいと思います。お願いします。はい、では第1弾のゲストリレーは、渡辺明さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。